ハロー、ニメハロー、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14第97回配信を撮っていきたいと思います。ウリダニアに戻ってきましてですね、これ報告だけっていう状態で放置してあったので、これの報告をしていきます。ミユイヌさんですね、泥棒盗賊さんのラブレター、盗品は返した方がいいよねっていう話の後ですね。ハーストミルのエメリアから伝言があるって？なるほど。手配されていた盗賊アイルバードのことか。事情は分かった。後のことは引き受けよう。彼アイルバードはその昔グリダニアに住んでいたんだ。あまり裕福な家庭ではなくてね。ある日のこと、彼は黒檀商店街からカモミールの種を盗んだ。彼の妹がカモミールの花が大好きだったんだ。幼い妹を喜ばせたい一心だったのだろうけど、厳格な彼のご両親はそれをひどく恥じ、アイルバートを家から追い出した。彼は路頭に身をまとい、路頭に迷い、やがて盗賊に身をやつした。都市を去った者のありふれた末路さ。彼の年の離れた妹、それがエメリアだ。エメリアは幼かったから兄のことを覚えていない。それを良いことに両親は兄の存在を隠し続けた。ただ両親がアイルバートを追放したことはグリダニアで噂になってね。そのせいで一家はハーストミルに移住したのさ。噂自体はエメリアも知っているはずだけど、エメリアは両親を信じ尊敬している素直な子だ。噂を信じることはできなかっただろうね。アイルバートの方は可愛がっていた妹のことを忘れてなかったんだね。成長した彼女を見かけていろいろ考えたのだろう。そうだ、盗品が見つかったお礼としてカモミールの種をハーストミルに送ろう。彼の罪は簡単には許されないだろうけど、このカモミールの花が一面に咲く頃にはきっと新たな蜜を見つけられることだろう。兄弟だったんですね。ちょっと切ないですね。コンプリート。これね、両親が許さんとなるとね、難しいよね。じゃああとはですね、いろいろでもやりかけのことばかりなんですが、まず、木工はどうだったっけ？あ、木工確か受けれる。木工もですよ。レベルを11にしてあります。ので、あれ？待って、なんで鍵がかかってる？あ、これ違う。ここ。さあ、前回の踊りのちょっとツンな感じの先生にキャーって逃げられたとこまでですね。我々の知っている物語は。じゃあ、ベアティヌ先生。おやおや。シャンドゥレーヌさんってば、またあれをダメにしちゃったんですか。はあ。どんどん交換が頻繁になってますね。あ、そうか、美容師さんのクエだ、これ。あれは俺の一部だ、とか言っておきながら、使い方が荒すぎ。あ、いやいや、彼のあれさばきが超人的だから、でしょうか。え？あれが盗まれてしまったんですか。彼ったら意外と天然さんですね。そういうことならば急いで届けてあげてください。あれ、うん、これであとはまたグーリダニアじゃないわ、リムサかに戻るのかな。そしてベアティヌさんの続きのクエが受けれるので、木工師ギルドのベアティヌはギルドで使う木材の補給を頼みたいようだ。受注。ふふふ、成長しましたね。
ノコも微笑んでいるようです。どういうことだ。とはいえ、あなたはまだ幼木、第三の試練に挑む前に少し寄り道をしようじゃありませんか。なに、簡単なことです。圧種剤を作ってきてほしいのです。圧種剤、楽勝だと思いましたか。圧種剤を1本とは言っていませんよ。圧種剤を12本作ってほしいんです。先生、ちょっと意地悪な言い方しちゃいましたかね。まあ正直なところ、ギルドで使う圧種剤の在庫が切れてしまって、とてもとても困っていたんです。まあ私が製剤してもいいのですけど、今日はお腹が痛くて、すみません。圧種剤を12本お願いしますね。どうしようかな。まあ園芸師で買ってきてもいいんだけど、時間めんどくさいから。圧種剤いくらだったっけ。待って、圧種の原木12か。かける3かける、違う、30ん、違うな、ちょっと待って、結構な数だよ。ちょっと待って、これは後にしよう、これは後にしよう。待ってよ、300、いや350、じゃあまだ報告がまだのが園芸か。園芸がまだ報告してないので。園芸師ギルド前に行きましてですね。まだね、副道具が装備できないんだよ。報告を怠ってて。怠ってしばらく経ってるから。待って。あ。あっちの方か。じゃあシセディさんに報告をしていきますね。なあに、メープル樹液ならひそひそ子たちの近くで採集できるわよ。もしかしてあなたがメープル樹液を届けてくれるの。取ってきましたよ。はい、渡す。メープル樹液50杯分ね。ご苦労様。んー、あなたがフフッチャが目をかけてるっていう新人園芸師だったのね。メープル樹液を取ってきたはいいけど、あなたこの樹液について何も知らないんでしょ。仕方ないわね。姉弟子の私が教えてあげる。メープル樹液は煮詰めるととても甘くなるの。いわゆるメープルシロップね。そしてそこから作られるのがメープルシュガー。これは甘味料として調理師には欠かせないものよ。今回採集してきてもらった分は子供のためのお菓子の材料にするの。こんなにたくさん使い切るのかって。もちろん一人や二人分じゃないわよ。木工師ギルドで面倒を見ている孤児たちの分だもの。5年前の震災で親を亡くした子たちよ。大人の前では平気そうにしててもやっぱり寂しいみたい。たまには甘いものを食べて思いっきり笑ってほしい。別に心配とかそういうのじゃないわよ。辛気臭いのが嫌いってだけ、勘違いしないでよね。ツンデレですかね。あー、ごほん、話がそれちゃったわね。そうそう、園芸師はこうやって食材を入手できるから、食材を扱うクラフターの調理師と相性がいいの。調理師だけじゃないわ。木材を利用する木工師に、植物の繊維を利用する裁縫師もね。クラフターたちがどんな風に素材を使うか知っておくと、園芸師としての視野も広がるわ。興味があるなら挑戦してみたらどう。もちろん園芸師の勉強を忘れちゃダメよ。時折採集手帳を見直して、新たに理解できることが増えてないか確認することね。ふう、久しぶりに先輩らしいことしたら疲れちゃった。花に癒してもらいましょっと。園芸師は
6、11、16と成長するごとに良いレベルの高い両木を発見できるようになります。これはあれですね、採掘とかと一緒ですね。ではワークグローブもどうしようかね。作れるには作れるけど、まあもらっとくのもありかな。さて、多分装備が変えれるね。さあ現状レベルが15ですので、次のクエが受けれてしまうというね、フーフチャさんに話をしていきます。レベル10、備えよ戦いに。園芸師ギルドのフフチャがある品の納品依頼を受け、冒険者の手を借りたいようだ。ジュジュ、ちょうどいいところに来てくれましたね。また一段と腕を上げたようですし、少し手を貸してくれませんか。実はグリダニアのグランドパンカンパニー総社島から早急にクロウの羽が99枚必要だと依頼があったのです。鳥が木々に止まった時に残すクロウの羽は武器や防具の素材として使われるものです。ただこれだけの量を頼まれるということは、近いうちに大きな戦い戦があるのでしょう。依頼を受けたあなた、受けたからには全力で応えねばなりません。どうかあなたもクロウの羽の採集を手伝ってください。クロウの羽はギルバート監視省の南方で採集できます。99枚採集できましたら在庫管理を任せているシセリーに届けてください。よろしくお願いしますね。だけどこれはまあ裏でやっときますかね。じゃあ今度はですね、丈夫をちょいと変えまして、待って、この3章はやった。あ、現実まだ報告してない、危な。現実を報告してない。他は特に悔いはなかったかな、この町の中では。うん、なさそうかな。よいしょ。じゃあ違うな、エーテルと反対側じゃん。しまったな、ここまで来るともうあれだね、こっち側の方が近いっていうね。いいや、行こう。はい、あー暗くて道がよく分かんなかった。この方が近いっていうね。そして幻術師ギルド前ですな。これの報告もだいぶほっといたな。これもヘッドショットしてこないとな。で、これは崩れた石塔、あとは中央森林にだいたい用事がある感じかな。あの西ラノシアを後回しにしてしまったので、結果として中央の方が後で行くところだったっていうね。じゃあエースミアンさんに報告をしていきます。ノラネルからの試練をこなしたようですね。土の力について知ることができましたか。シルフィーという少女に出会い治癒の魔法をかけられた。ああ、彼女はまた、あなたがご覧になったように彼女シルフィーは癒しの魔法にかけて素晴らしい才を持った幻術師です。しかし自然を知ろうとしない。彼女は土も風も知らず、それらの自然の属性から力を借りることができない。幻術師はとしてそれではいけないと諭しているのですが、才があるだけに惜しいことです。どうあれ幻術師と自然は切っては離せぬ関係。自然を知らぬまま力を使い続ければ必ずや歪みが生まれる。
私はそれが心配なのです。シャンメイ、あなたとシルフィーの出会いは精霊の導きによるものかもしれません。再び彼女に会うことがあれば、自然に耳を傾けるようあなたからも諭してあげてください。今回の教えはこれで終わりとしましょう。自然はあなたを見守っています。その意味をお忘れなきように。うん、あ、そうか、盾が装備できるんだ。幻術師は下がる。ハット、あ、ハットは持ってる。ボーニングも、あれ、これ作った覚えあるけどな。カッパーブレスレット2つある。え、うん、そして次のクエが受けれますね。ちょっと受けちゃおうか。レベル10クエ、風の試練。幻術師ギルドマスターエースミヤンは冒険者に風のあり方について学ばせようとしている。受注。良い眼差しです。幻術師としての身構えがなってきたようですね。今回の課題であなたは土の力を知りました。今度は風の力について知ってもらいましょう。東部森林フルフラワー養蜂場の同士ウルフューに教えを求めなさい。彼女は風の精霊の声を聞く良い耳を持っています。若くとも優秀な幻術師です。あなたが風の力を知るために良い課題を与えてくれることでしょう。受けましたね。さて、そんなわけでちょっとここがまたね、遠いんだよね。中央とか東にも用事がある感じかな。じゃあとりあえず中央に出ちゃいますかね。ジャーナル、うん、クローの羽でしょ。中央森林にある的を破壊。これアッシュ原木いっぱい取ってきたい。これは東部森林か。これはちょっとまだ厳しいかな。これもね、受けたはいいんだけどね、レベル29のやつだからさ、ちょっときついってことで、で中央森林のクエだけちょっとサクッといきますかな。これサクッといかんかったらちょっとつらいね。じゃあまず休術か。おーの、待ってよ、槍か弓。あ、親切。この中にあるよっていうね。クロウの羽って、あ、報告しか教えてくれない。ここ。じゃあさっきのがこの辺だったから、この辺片付けてそのまま右下って感じでいいかな。出てますね。ちょっと序盤変えよう。弓からかな。的を撃ってこいよみたいな。この辺道なりかな。で右、これ自分的に東西南北が回転するのを嫌なんだけど、これ固定できないのかな。あー、できないのか。
できるじゃん。今頃的ある。あれ、変なとこに回る。違う。1。あれ、2。そして討伐対象さんがいる。ホーネットスワームさん。そしてこちらにも。ちょっと好戦的な敵ばっかなんだけど。ちょっと待ってよ、通りづらいな。よし。うわ、来たー。ホーネットスワームさんがあと1体とかかな。その前に待とうよ。違う。ああ過ぎてるね。でこの間にあった、これで。弓。ベントブランチ、ハニーヤード、翡翠湖畔。東はまだ多分いけないレベルかな。待って、休日用の的とか全然見当たらないんだけど、ちょっと待ってね。え？ここまっすぐ行ったとこだよね。東に。こっち？方面？あれ、そう、まさかの。あったー、見えないって。嘘、見えるやろ。いやいや、見えとるやん。あとは、あとはオレンジの輪が消えてないということは、
まだこの中にある。でいい？これ結構探すの大変じゃない？ある。 届くかなこれ。さすがにダメか。よいしょ。4つ。あれ？5つ。ひょっとしてその実際の数以上に置いてくれてる？なんか数がある中で、そう、何十個かある中で、その中で6個壊せればいいみたいなやつなのかな？かもしれないね。よし。で、ちょっと半端ですが。今回はここまでにしたいと思います。第97回ご覧いただきありがとうございました。では98回でお会いしましょう。失礼します。